吉野町レンガ倉庫外観2016年地図、吉野町レンガ倉庫、または旧吉井酒造レンガ倉庫は、日本の青森県弘前市にある歴史的な産業遺産である。所在地は、日本、青森県弘前市吉野町2番1。1907年から1923年頃にかけて、福島東介が日本酒の醸造、貯蔵のために作った工場、倉庫、 工場、倉庫が建てられる以前の敷地にはリンゴ栽培を学んだ久住み藤次郎によって1880年に開設された深園があった。園内にはリンゴをはじめとする果実の他西洋野菜も植えられ、一角の屋敷には広い庭園が設けられるとともに、鯉や金魚などを養殖していた大きな池や花あやめ園も作られていた。 その後、広崎で初めての伝統会社が設立されることになり、火力発電所の建設地の候補として、不開園の一部が挙げられ、久住み藤郎は宅地の一部を譲渡。明治34年に、広崎伝統会社が開業するが、6年後に水力発電へ切り替えることになり、同社が広崎市本町に移転する計画が持ち上がった。社屋と発電所のあった跡地は、 同社重役であった福島東介に譲り受けられた。1907年、清水の枠酒造りに適した新たな土地を得た福島東介は、10年来酒造業を営んできた広崎市重森町から移転した。福島酒造会社と名称を改め、吉野町に工場、倉庫を建設し、酒造を開始する。聖酒、吉野桜が主たる製品であった。 移転に伴い、茂森町にあった醸造所は、製造した酒の販売を行う支店としての役割を果たすようになった。また元寺町にも支店が存在していた時期がある。吉野町の工場では、当初からカキの醸造が試みられていたが、1913年工場の増設と設備が整えられたことで、季節を問わず醸造ができる、四季醸造がさらに本格化する。 全国的にも、式醸造が行える工場として革新的であった。また、長安正宗という銘柄も新たに売り出されるようになった。年間製造工は1915年には3000国、1921年には6000国となり、当時の青森県全体の酒造量8万3000国の、うちの県内第一の酒造量となった。この頃、 福島東介が創業した不明醸造株式会社の製造工と合わせると1万国を超えた。県内のみならず、北海道にも酒を輸出し、小樽市港町に支店が設けられ、札幌市南4条には青森県物産館が建てられた。1922年には、資本金200万円で福島醸造株式会社が設立され、個人企業から株式会社へと進展する。 こうした手造業の成功には当時第8師団が広崎に設置されたことや戦勝迎により需要が高まったこと、鉄道の開通により販路が拡大したことなどが大きく影響している。拡大の一図、1925年福島東介が心臓麻痺により55歳で急成する。福島醸造株式会社の存在は1942年の 段階まで確認できるものの、事業の経営は福島家から離れていく。1940年には、広崎市品川町に設立されたみゆき商会によって一時、借用され、リンゴ酒が製造された。太平洋戦争中は、米不足のため製酒の製造が制限され、それを補うようにリンゴ酒の製造が盛んとなっていた。戦時中に、リンゴ酒製造免許を取得していた。 ヨシー・イサムによって建物が引き継がれ、一時は年3000国のリンゴ酒を製造した。1949年に日本酒造工業株式会社に称号を改めたヨシー・イサムは、1953年の2ヶ月間の欧米視察の翌年、アサヒビール株式会社の講演を得て、資本金1億円でアサヒシードル株式会社を設立した。 1>, 1億3000万円もの投資で、170個入り大型貯蔵タンク98機と、スウェーデン製延伸分離機2台を導入し、最終的には、年間200万箱のリンゴで、シードル10万個の製造を目論んでいた。技術顧問として、フランスからミシェル・ビエルを広前に3ヶ月間、滞在させ、本格的な欧風シードルの製造を目指し、ついに1956年、 アサヒシードルが発売される。新たな商品は、広崎産業界の期待を集め、またアサヒビール株式会社の販売網に乗せることで、地方での製造のハンディキャップを補える目算であった。しかし当時の日本人の思考に合わなかったこともあり、商品の売れ行きは、期待に反し、生産量は、当初の計画の3分の1ほどにとどまった。やがて、アサヒシードル株式会社は、 日華ウイスキーの冒険会社となり、1960年には、同社の広崎工場として、シードル事業を引き継ぐとともに秋には、東北地方向けのウイスキー製造を開始した。その後、手狭になり、1965年に、工場は広崎市栄城に移転したため、酒造工場としての稼働していたのはこの時点までとなる。1967年、日本酒造工業株式会社は、 吉井酒造株式会社に称号が変更される。聖酒吉野桜は吉井酒造によって商標が登録され、現在も販売されている。以降、倉庫は政府前の保管庫として1978年から1997年までの間使用された。吉野長連が倉庫の活用を求める広崎市民の活動は1988年に、 レンガ関西制の会が結成された頃より始まる。この会の顧問の村上義雄によると、会の趣旨は、広崎市内に点在するレンガ作りの倉庫は、古都広崎を内側から支える大切な風景の核になって、いるので、都市変容の前に倉庫を残す運動を起こす必要がある。同時に、ただ補修をして残すだけでなく、 館を文化的に活用することにより、レンガ館の再生をも図ることであった。この会のメンバーは、広崎青年会議所の OB 会員ら市内の青年層を中心に、約15人で、数年にわたり、定期的に勉強会や見学会を重ねていた。同僧校規範が美術館として再生すべく、会の構想について知ってもらうための PR イベント、 現代日本版画展が1991年6月19日から23日まで、スペースデネガーで開催された。同展では、池田マスを、小牧哲郎、野田哲也、横尾忠則、龍館、ジャスパー・ジョーンズら国内外の著名作家のほか、青森県出身の宗方志向、関野俊一郎、下沢喜八郎を加え、約60点の作品を公開し、 5日間の会期中に1000人に近い熱心な観客が詰めかけた。1994年になると、リンゴにちなんだ街づくり運動を展開するアップルフェア推進協議会は、いいリンゴの日の11月5日、日本で初めて本格的なシードルを代々的に製造した同倉庫にてアップルパーティーを開催。また1996年には同協議会が、 ジャパンアップルフェアを2日間の日程で開いた。初日に開催された広崎市民が、同倉庫の活用法を考えるアップルカレッジでは、幅広い世代からの様々な提案がなされ、また翌日には、リンゴ料理やシードル、ジャズの生演奏が楽しめるパーティーが催された。一方、広崎市においても、レンガ倉庫を含め周辺一帯を、文化拠点施設として整備する、 吉野町緑地整備構想が進められていた。構想がまとまる前の1989年には、首都地開発公社が、広崎市の活用を見込み、周辺の土地6265平方メートルを取得。市は1993年から、倉庫の持ち主と土地、建物の取得交渉に入った。取得計画は、吉野町のレンガ倉庫を美術展示館にという、市民側からの要望に、 後押しされたものだった。1994年には、県重点要望事項、文化拠点施設の支援の中に、レンガ倉庫を明記し、耐震調査や再生利用計画調査を実施した。しかし倉庫所有者との交渉は、条件などが折り合わず、1998年3月以降、交渉は途絶えたままだった。2000年の重点要望からは、 レンガ倉庫の項目が削除され、さらに翌年の重点要望では、県の地域芸術パーク構想に示された、広崎は既存の施設、活動の活用による地域芸術パーク構想づくりを目指すという考えに、こうし、文化拠点施設整備の支援そのものが削除された。広崎市は一旦は、レンガ倉庫の取得を断念したものの、2015年に、 吉野町レンガ倉庫の土地と建物を購入することができ、広崎市芸術文化施設として2020年には、広崎ンガ倉庫美術館が開館した。青森県広崎市出身の美術作家、奈良道による展覧会が2002年、2005年、2006年に同倉庫で3度開催された。展覧会の会場として使用されることになったのは、奈良道の画集を見た。 当時の倉庫所有者からの申し出がきっかけであった。2000年に初めて倉庫の内部を訪れた奈良道はファンサイトハッピーアワーに内部空間から受けた印象について興奮気味に綴っている。古典を開催するために非営利の実行委員会が組織されボランティアが募集された。展示設備の整った美術館とは異なる倉庫が会場として活用されるにあたり、 まずは、建物内部のリノベーションが必要であった。1回目のアイドンマイ、イフユーフゲット ME は、倉庫のリノベーションから展覧会の運営まで、延べ3500人ものボランティアスタッフにより、実行された。人口約17万人の町に、約6万人もの観客が、この展覧会を訪れるという、前代未聞の成功を収めることとなった。 この実行委員会メンバーを中心に2003年に NPO 法人原っぱが結成され2005年春には From the Depths of m i r 2006年夏には吉友奈良グラフ A2Z を開催し三度大きな成功を収めている吉友奈良グラフ A2Z では倉庫内部に廃材を利用して作られた44個の小屋が立ち並びそれぞれ奈良小屋アーチハウス アフガン語やニューハッカク道などと名付けられ、来場者は架空の街の中を回遊するように展覧会を楽しむことができた。過去2回の展覧会の際、倉庫の2階部分は会場としては使用されなかったが、同店で初めて活用され、奈良道のパフマーシなどが展示された。開催にあたって倉庫に掲げられた巨大なポスターの画像には本店のために描かれ、 出品作中で最も大規模のペインティング、ザリトルスター・ドゥエラーが用いられた。開催の翌年には、同展に関わった方との思い出を残すため、展覧会の収益金により、奈良道によって制作された立体作品 A2Z メモリアルドックが、広崎市に寄贈され、10月21日に、レンガ倉庫に隣接する土淵川、吉野町緑地公園に設置された。 2015年に行われた修復後、作品は倉庫内部の一角で展示されていたが、改修工事に伴い、展示を一時休止している。アサヒシードルが生産されていた頃の様子は次の通りである。A 棟 B 棟 C 棟その他吉野レンガ倉庫外観2017年、A 棟2回2016年、A 棟1回2016年、 吉野朝連が倉庫外観ベンチレーター2017年、現存する建物は A 棟、B 棟、C 棟の3棟。大きさは床面積1階2256.07平方メートル、2階1677.86平方メートル、延べ床面積3933.93平方メートルである。建物の最高高さは15.63メートル。 各建物について、建築年代、建物の構造、特徴などを下記に記載する。A 棟建築年代、大正12年頃建物の構造、レンガ作り2階建て建築的特徴。B 棟建築年代、大正12年頃建物の構造、レンガ作り2階建て建築的特徴。C 棟、建築年代、明治40年以降建物の構造、木造平屋建て。 土蔵造り建築的特徴、レンガ積みの特徴、ありがとうございます。